このすば。確かにパーティーメンバーは募集しようと思ってたけど、どちら様ですか？そうか、自己紹介をしていなかったな。私たちは全員踊り子でユニットを組んでるの。アクセルの街を中心に各地を回ってて。細かい説明はいいわよ。自己紹介を聞いてもらった方が早いわ。恥ずかしいけど頑張ります。僕のこと知りたい？教えろ教えろ教えろちゃん。見た目はクール、中身はホット、リアでホット一息ついてね。世界中の可愛いが大集合、可愛さ 1000% エリカです。あれ、なんだこの感じ。恥ずかしいような懐かしいような、日本でこういうの見た気が。なかなかいい自己紹介ね。私たちも負けないようにこういう自己紹介をするべきかしら。別に勝負じゃないから普通でいい。俺は佐藤一馬で、隣のこいつはアクア。3人とも踊り子だったのね。道理で可愛いと思ったわ。可愛いねえ、今私のこと可愛いって言った？言ったけど、それが何？もっと言いなさい！そして可愛い私がパーティーに加わってあげるんだから、喜びなさい！なんだこいつ？可愛いって言葉に過剰反応してる？あまり近づきたくない人種だな。ちょっと、エリカちゃん。初対面なのに、そんな言い方、ダメだよ。それで、どうだろうか？私たちを君のパーティーに。却下。踊り子が3人いても戦力にならん。こちらとしては攻撃力の高い上級職が希望だ。踊り子は仕事であって、冒険者としての職業はちゃんとあるんだ。私はランサー、槍使いだ。攻撃力には少し自信がある。で、こっちのエリカは？レンジャーよ。可愛いだけじゃなく、クエストに役立つスキルも多いんだから。もう、僕はアークプリストです。後方から回復魔法で支援させていただけましたら。あら残念ね。うちのパーティーには私という凄腕美人アークプリストがすでにいるの。ま、こいつは能力だけは無駄に高いからな。ってことで他を渡ってくれ。じゃあな。何よあいつ、見たところ最弱色の冒険者でしょ。それなのに私たちの加入を断るなんて。どうしよう。他にメンバーを募集しているパーティーはないし。諦めるな。私たちの実力をアピールできればパーティーへの加入も前向きに考えてくれるはずだから。このすば。さっきの踊り子たち、ちょっとかわいそうだったかな。でもあれならダストたちと組んだ方がまだマシな気もするし。その通りよ。私たちに必要なのは高難易度クエストに行ける実力者なんだから。あー、どうしたらいいの？私が高難易度クエストに行かなくちゃならないなんて。お、なんだなんだ。こんなにかわいい私じゃ高難易度クエストなんて無理よ。それならば私が同行しよう。これでも槍の武術大会で優勝した腕前なのだ。僕もお供します。アークプリストですか、武道の心得もあるんですよ。これだけ有能な人たちがいればドラゴンが来ても怖くない。今なら可愛いエリカちゃんもついてくるわよ。なんという三文芝居。もしかしてパーティーに入れてくれとアピールされてるのか。チラチラチラ。カズマさん、あの人たちチラチラこっち見てるんですけど。見るな赤。目を合わさず足早にここを立ち去るのが得策だ。あ、一
なぜだ。自然な形でアピールできたと思ったのに。どこがよ。あんたたち演技が大根すぎ。ここはやはり私が一肌脱ぐしかないわね。カズマカズマ、郵便受けに荷物が届いていたわよ。俺宛に？なんだろう、差出人も書いてないし、ひとまず開けてみるか。これは女性もののストッキング。どうしてこんなものが。あら、ここに手紙も入っているわよ。これは手付けよ。仲間にしてくれたらもっといいものをあげるわ。かわいいかわいいエーリカより。あの女何を考えてるんだ。何を考えてるかだと。それはカズマの方じゃないのか。リビングで女性もののストッキングを見ながらニヤニヤと。一体誰のストッキングだ。まさか盗んできたのか。違う、これは勝手に送られて。変態ですか。やっぱりカズマは変態なのですか。待ってくれ、ダクネスめぐみ、俺の話を聞いてくれ。夜の変態。半径5メートル以内に近づかないでください。あの踊り子たちのせいでパーティー内での俺の立場がどんどん悪化して。さあアクアついてこい。あいつらに文句を言いに行くぞ。このスバ本当に大丈夫なのか。あんなものを送ったりして。大丈夫よ、きっとそのうち向こうから頭を下げて仲間に入ってくださいって言いに来るはずなんだから。見つけたぞこのクソ踊り子が。ティーター、いきなり頭を叩かないでよ。バカになったらどうするの。すでにバカなんだよ。変なものを家に送りやがって。お前のおかげで仲間に変態扱いされたんだぞ。そうよそうよ、すでに変態扱いされてるとはいえ、あんなの送ってこられたらダメ押しになっちゃうじゃない。お前は一言多い。迷惑をかけたのなら謝ります。でもエリカちゃんも必死だったんです。どうしてもパーティーに入れてほしくて。ねえカズマ、なんだかこの子たち訳ありみたいよ。訳ありだからって何してもいい理由にはならないだろ。こんな非常識な奴ら絶対にパーティーに入れたりなんか。実は僕たちの荷物を運んでた馬車が爆破されちゃって。荷物が爆破？ああ、キャベツが襲ってきた時の誰かの魔法の影響でな。衣装もステージの飾りも全部燃えてしまった。ふふふん、我が力見るがいい。エクスプロージョン。お前何やってるんだよ。荷車まで吹っ飛ばせ。俺巻き込むなって言ったよな。ショーをするには衣装代やステージ代とかお金がいるのよ。だから高難易度クエストを受けて稼がなきゃって。でも僕たちだけだと心もとなくて。一緒に高難易度クエストを受けてくれる人を探してるんです。あの時めぐみんのやつが爆破した馬車って、こいつらの荷物が乗ってた馬車だったのか。ねえ、その馬車ってもしかしてめぐみんが。赤、こいつらはお前の言う通り訳ありのようだ。困った時は助け合い、一緒に高難易度クエストを受けよう。え、いいの。もちろんです。困っている女の子を放ってはおけませんからね。君はいいやつだな。ああ、両親が痛い。こいつらの荷物が燃えたのは俺たちのせいでもあるのに。でもめぐみんたちに断りもなく勝手に仲間にしちゃって大丈夫かしら。だったらお試しってことでみんなでクエストに行こう。こいつらの実力も見たいしさ。
いいわよ、やってやろうじゃない。私たちがただ単に可愛いだけじゃないってところ見せてあげるわ。それじゃあ改めてよろしくお願いします。このスバ、このスバ、今日はよろしく頼む。まったく、私たちがお試し採用だなんて納得いかないわ。エイリカちゃん、失礼だよ。僕たちはお願いしてる立場なのに。構いませんよ、それくらいで怒るような心の狭いものはこのパーティーにはいませんから。それよりも待ちわびていた久しぶりのクエストだ。みんな頑張ろう。ええ、先輩アークプリーストとしてシエロには負けられないわ。妙な敵対心を燃やすな。しかし成り行きでクエストに行くことになったが、これで本当に良かったのだろうか。衣装が燃えたのが俺たちのせいだとバレる前に距離を取った方がいい気も。ん？そこにいるのはやっぱりカズマじゃねえか。こんなところで何油売ってんだ。それに、なんだよその可愛い女たちは。まさかまた新しい女をたぶらかして。人聞きの悪いこと言うな。別にたぶらかしてなんかいない。わかったわかった、詳しくは聞かないでおいてやるよ。ところでカズマ、この前は災難だったな。で、この前キャベツが思いのほか暴れるから劇団の場所が立ち往生食らっちまってさ、その時カズマの指示でその場所を爆…あおい、なんだよ急に大声出して。行こうぜクエストに。さあ早く。ちょっとカズマさん、そんなに急がなくてもクエストは逃げたり。逃げるんだよ、早く急がないと。ああ。さあみんな出発だ、一刻も早くこの場を立ち去るぞ。おいカズマ、あいつ何かあったのか。アダマンタイトって武具の生成に使うんだよな。その通りだ、私の鎧にも少量だが含まれているぞ。かなりの高度を誇るから加工は至難の技だがな。カズマは鍛冶スキルがあるし、鍛冶屋に持っていかなくても自分で加工できるかもしれないわね。ねえ、そんなことどうでもいいから、ちょっと休憩しない？何言ってんだ、さっき休んだばっかりだろ。そんなこと言わずにさ。ね、お願い。可愛いこぶってもダメなもんはダメだ。可愛い？今私のこと可愛いって言った？もうカズマってば正直なんだから。いいわ、私もうちょっとだけ頑張っちゃう。だからもう一回言って。こいつめんどくせえ。可愛いと言われて喜ぶなどナンセンスですね。可愛いよりもかっこいい方が重要です。そんなことないわよ、可愛い方が大事。可愛い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 、かっこいい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 。2人とも落ち着いて、ダンジョンは罠もあるんだし、もっと慎重に。かわいいかわいいかわ、ん？なんか踏んだような。うわー！もう最悪！何よこれ！見てわからない？罠のようね。ああ、縄が皮膚に食い込んで気持ちが良さそうだ。ダークネスさん、冷静に説明してないで助けてくださいよ。というかこの体勢、スカートがめくれて、見ないでください。カズマ、これ以上見るのなら爆裂魔法を放ちますよ。大丈夫、
見てないから。本当はバッチリ見てるけども、素晴らしい光景だ。罠にかかってくれてありがとう。聞きなさい、あなたたち。何を隠そう、この私もかつてはたくさんの罠に引っかかったわ。でもその度に成長してきたの。だからあなたたちが罠にかかっても恥ずかしがることはないわ。誇りを持つのよ。うーわ、こいつこのタイミングで先輩風吹かせ始めやがった。はあ、エーリカは罠感知のスキルを持ってるはずだろう。久々のクエストだから忘れてたわ。次からはちゃんと使わないと。おっとごめんなさい、俺も持ってるけど使うの忘れてました。だが、おいカズマ、何を突っ立っているんだ。早く助けてやった方がいいと思うが。カズマ聞いてるの？おーい、カズマさん。スカートがめくれて。ちょっと暴れないで。縄が体に食い込んで。いい光景だ。エーリカのファインプレーだな。しばらく罠感知スキルは使わないでおこう。このスパ